書画カメラ。書画カメラは、資料など、主に平面の被写体を、ビデオカメラで撮影して、映像信号に変換する装置である。主に、オーバーヘッドプロジェクター、OHP など、教育や、プレゼンテーションの場で利用されてきた機器を置換する、目的で利用される。オーバーヘッドカメラ、オーバーヘッドカメラや、それを略した OHC の名称も使われる。諸画カメラは、 有体に言えば、平面上に置かれた物品をビデオカメラで撮影し、これを映像信号として出力するための装置で、そのためにビデオカメラを固定するアームを備えている。また、被写体にまんべんなく光を当てて影を消し撮影しやすくするための照明を備えている。日本では視野率40%をエルモ社が25%をアワーインフォメーション社が占める。世界では シェア率30%のアワーインフォメーション社がトップシェアを誇るこの機器だが教育やプレゼンテーションなど資料をプロジェクタ、ビデオプロジェクタからスクリーンにあるいは大画面のビデオモニター内しビデオ出力に接続されたテレビ受像機に大写しにするために利用される。また、モニターなどに接続せずに単体で被写体を大画面表示できる。 書画カメラ内蔵型プロジェクターが日本アビオニクスより販売されている。OHP と異なり、一旦電気信号とするため、出力先に関して柔軟性が高く、教育現場などでは学習者それぞれの席に設けたディスプレイに書画カメラで写した教員の手元の資料を写すと、一体型もされている。学習者のディスプレイ上では、 教科書や手書きの文字をはっきりと読むことができる。教員はチョークで黒板に書く代わりに、鉛筆で書き込んだりする。また TV 会議における入力機器としても用いられ、複数地点で同じ資料などを見るのに使われる。この機器は1990年代を通して普及を見せたが、それ以前より動詞の目的で利用されてきた OHP を完全に置き換えるには至っていない。 OHP が光源とレンズとスクリーンという単純な機械的機構で光を透過する資料を大写しできるところを電子機器に類いされるこの装置では、はるかに複雑な機構によって実現しているためである。ただ、OHP では光を透過する原行しか投射できず、エピスコープでは強力な光源を使ってなお喰らい、映像しか得られなかった面があるが、 初画カメラでは使用される原稿は限定されず、ビデオカメラのピントさえ合わせられれば、シート上原稿のみならずその他様々な物品があるよう、可能である。なお、OHP 原稿に対応するため、トレス台のように、原稿台の裏から証明するための光源がうじ、されている機種もある。2000年代では普及した、パーソナルコンピュータに対応、コンピュータディスプレイにそのまま接続できる端子を、 備えたり、イメージスキャナの機能を備えて、撮影した画像を、コンピュータ用のデータとしてそのまま利用できる、複合機的な多機能化製品も見られる。イメージプレゼンター、ビジュアルプレゼンター、デジタルビジュアライザー、デジタルオーバーヘッド、ドキュカム等の名前で呼ばれる諸画カメラは、多数の聴衆に物体を表示するためのリアルタイムの、画像キャプチャ装置である。エピスコープ。 反射式投影機のように、書画カメラは立体的な物体や OHP、オーバーヘッドプロジェクタシートを拡大して映し出すことができる。1諸画カメラはアームに取り付けて被写体上に置くことを容易にした一種の高解像度カメラであり、発表者、講師が紙に書くもの、あるいは平面内紙は立体物を拡大して聴衆に表示するために使用る。基本的に 初画カメラはあらゆる物体を表示することができる。ほとんどの被写体は初画カメラの下に置き、カメラで画像を取り込み、プロジェクターあるいはディスプレイ装置を用いてライブ像を表示するが、様々なタイプの初画カメラがあって、被写体の置き方にもいろいろな方法がある。例えば、大きな被写体の場合は、初画カメラの前方に置いて、カメラの方を必要に応じて回転させることもでき、 また、天井に取り付けた書画カメラならば、もっと広い作業範囲を撮影することが可能である。書画カメラの主な用途は下記を含む。書画カメラは蒸気の用途に以前使用されていたオーバーヘッドプロジェクタにとって変わった。書画カメラは、ズーム機能によって本の小さな部分を大きく拡大したり、印刷物のページをオーバーヘッドプロジェクタシートと同様に投影することができる。 また、部屋の照明を暗くする必要はないため、教室で使う場合に便利である。にさらに、ほとんどの諸画カメラは、USB 延長ケーブルを通して、ビデオ信号をコンピュータに送ることができる。また、諸画カメラは普通のスクリーンの代わりに、インタラクティブなホワイトボード、電子黒板、パナボード、クオモボード、スマートボード等の製品に接続して使用される場合もある。 ポータブル型の諸画カメラではフレキシブルなアームを採用して使いやすさを向上させているものが多い。ハイデフィニション、高精細度画像表示ができるハイデフィニション、諸画カメラの合わせは HDMI 出力ポートを有する。また、顕微鏡と共に使用できるように、ほとんどの諸画カメラはアクセサリーを用意している。フューチャーソースコンサルティング社の最近の市場調査によれば、 イギリスでは2008年に1万1000台を上回る書画カメラが販売され、2009年には1万7000台以上が販売された。市場規模は2009年が1200万ポンドで、2010年には53%増加して1800万ポンドになると予想される。現在、イギリスの学校の教室の32一つの割合で書画カメラが装備されているが、 2010年まで22日の割合まで増加すると予想される。2008年現在、最も安価な初画カメラは1 2 4 7 6 8画素のザガ解像度で画像を撮影し、スックスが解像度を有する初画カメラは、ザガ解像度より66%、多い1280-1024画素を有する、解像度が高い画像はより多くの画素を有し、 詳細をさらに鮮明に表示できる。クスガはハイデフィニション規格であり、1920-1080ガーソに相当する。オーバーヘッドプロジェクターを用いたプレゼンテーションに付き物の事前の準備を必要とせず、手元のドキュメントや図面、物体そのものを直接投影できる機能を求める需要が高まり、これにこうして書画カメラは開発された。 コンピュータ、プロジェクタ、およびマイクロソフトパワーポイントなどの人気のプレゼンテーションソフトウェアが会議室で広く使われるようになってオーバーヘッドプロジェクタの使用頻度は低下したが書画カメラはプレゼンテーションの間ドキュメント、本、またはスライドを必要に応じて簡単に表示することができる便利でフレキシブなツールとして使われ続けている初期の製品のほとんどは コピースタンド上に簡単なビデオカメラを搭載しただけのものであった。これら初期の製品は暗い部屋での使用と均一な画質の映像が可能なように照明器具を備えている。初期の初画カメラ開発上の鍵はビデオカメラの技術であったが他の産業における技術的進歩からも大きな影響をたびたび得ている。写真機材で使用される技術はその良い例であり、 高品質のプレゼンテーションツールとしての諸画カメラの開発に大いに貢献した。1990年代の終わりにプログレッシブスキャンカメラが開発され、今日ではほとんどのビデオカメラに使われている。これにより諸画カメラにおける初期の技術上の壁は事実上克服されたとえる。市場に出回る諸画カメラの多くは少なくとも 20fps の出力ができ、 ハイエンド機種では 30fps が可能で、様々な解像度とアスペクト比で画像を提供することができ。初画カメラの設計と仕様にはいくつかの異なる技術が組み合わされるが、画像の品質は次に上げる主要な構成部品によって、決まる、光学レンズ、カメラ、照明システム、ファームウェア、ソフトウェアを搭載した、マザーボード、電子回路基板。そして、製品は、 個々のメーカーが異なる設計で製造する。今日、ハイデフィニション、構成サイドショガカメラには、HDMI 出力が内蔵されていて、オーディオ、ビデオ録音と再生が可能であり、中には高速 Wi-Fi を使用して、ケーブル配線が不要な製品もある。レンズは画質に直結する、最も重要な構成要素の一つであるため、製品のコスト計画が、 光学部品の品質の鍵を握っている。シンプルあるいは高度な光学システムのどちらを使うかによって品質とサイズの両方で大きな違いがある。絞り、アイリスまたは開口は光学システムのもう一つの重要な要素でレンズを通ってイメージセンサ、撮像素子上に到達する光量を制御する。レンズは被写体の画像をイメージセンサ上に結ぶための正確な一点に 焦点を合わせるが、ピント位置の前と後ろにも人の目に、ピントが合っていると知覚される領域があり、これは、被写界深度と呼ばれて、アイリスまたは、開口部のサイズに依存している。開口部が小さければ小さいほど、被写界深度は向上する。プログレッシブスキャンカメラは、CCD イメージセンサーか、CMOS イメージセンサーのどちらかを使用する、インターレース操作カメラが一本置きに、 飛び飛びの操作線を使用するのに対して、プログレッシブスキャンカメラは同時に全ての操作線をキャプチャするので、プログレッシブスキャンカメラは一般的にインターレース操作カメラと比較してはるかに高い解像度を得ることができる。基本的にイメージセンサではモノクローム単色の画像しか得られないので、単板式カメラ、イメージセンサが1個のカメラではカラーフィルターを各ピクセル、 画素の上において色情報を得るが赤、緑、青のフィルタが一定のパターンに配置されたいわゆるバイエルフィルタの使用が一般的であるこのフィルタでは緑の画素数は青と赤の画素数の2倍に配置されており人間の目の高い感度と解像度が再現されるそして異なったアルゴリズムを使用してかけている色情報を保管しカラー画像を生成する カラー画像を作り出す別の方法として 3ccd カメラモジュールがある。この場合、プリズムを用いて白色光を赤、緑、青の成分に分けるのに使用し、次に別々のセンサを各色ごとに用いる。この複雑なカメラ技術は3番式カメラで使用され、非常に高い解像度で素晴らしい色再現を可能にする。諸賀カメラで使用される 最近のカメラシステムでは毎秒30フレームで高解像度のカラー画像を提供する。3番式カメラでは測定解像度は1500ライン。操作線数に達し、4、3、16、9、および16時10分の一般的なディスプレイの画面アスペクト比に合うように画像を適合させることができる。照明システムは諸外カメラに不可欠であり、 良い色再現を確実にするためには、画像キャプチャ領域をできるだけムラなく照らす必要がある。初画カメラ自体の照明が強力であればあるほど、周囲の照明条件に影響を受けないばかりか、より小さいレンズ開口部の使用が可能となるので、その結果、被写界深度が大幅に向上する。また、光源の品質も高ければ高いほど、イメージセンサーに達する光がより多くなり、 画像ノイズが減り画質が向上する。初画カメラの中には照明システムに追加の機能が内蔵されているものがある。例えば、レンズがズームすると連動して照明エリアを調節し、撮影エリアの大きさと位置を常にユーザーに明示するラトフィールドやレーザーマーカーなど。マザーボードは画像処理で重要な役割を果たし、画像の品質を大きく左右する。 向上を続ける諸賀カメラの解像度と高いリフレッシュレートがリアルタイムで処理しなければならない多量の例を生み出す。諸賀カメラには様々な自動化システムが内蔵されており、ユーザーの操作をできるだけ簡単にするように設計されている。例えば新しい被写体が示されると自動的に焦点設定を調整する実位微フォーカスやオートアイリス、自動露出、 オートホワイトバランス、オートゲインコントロールなどがある。諸画カメラには情報を聴衆に示すために画像ディスプレイ装置が必要であるが、多様な使用方法を想定して、最近のマザーボードには様々な接続ポートが用意されている。HDMI、DVI、VGA、ディスプレイに接続するビデオポート、さらにプロジェクタ、モニター、及び TV 会議システムに加えて、 コンピュータやインタラクティブホワイトボード、電子黒板へ属するためのインターフェースが用意されている。これらのインターフェースは通常は USB、ネットワークとシリアルポートである。さらに外部の PC やラップトップは初期カメラに簡単に接続できるので PowerPoint プレゼンテーションとライブデモンストレーションの間の切り替えは容易である。外部記憶装置を操作し直接 USB フラッシュドライブからファイルを読み出すか、または、プレゼンテーションの間、USB にスナップショットを保存できる、諸画カメラもある。また、定期的なファームウェアアップグレードを提供し、新機能が開発されると、ユーザーがこれを搭載して利用できるようにしている諸がカメラメーカーがある。諸画カメラには、多くのタイプがあるが、一般的に3つのグループに分割できる。 ポータブル型、より大きいデスクトップ型、さらにもう一つのグループが、行動の円段の上に設置する天井、取り付け型カメである。ポータブル型およびデスクトップ型の場合は、オーバーヘッドプロジェクタと同様の使い方ができるので、オーバーヘッドプロジェクタから、諸画カメラへの変更は簡単であり、多くのユーザーにとっては表示できる、被写体の種類が多様になることが利点である。 このタイプの機種はポータブルなものが多く、特別な事前インストールを必要とせずに、多くの場所で使用できる。天井に取り付けるタイプの書画カメラは、従来のデスクトップ型から派生したものであり、はるかに大きい被写体を表示できる。カメラは天井に目立たずに設置されるので、卓上に発表者と聴衆の視界を遮るものは何もない。天井取り付け型書画カメラは、 テレプレゼンスシステムをサポートするのに多く使用され、TV 会議の全ての参加者がまるで同じ部屋に一緒に座っているような錯覚を与えるほどである。今日、書画カメラはほとんどの教室で使われている。3古いオーバーヘッドプロジェクタの高価な代替品かと思われた機械が実際には今勉強している物事を学生にそのままズバリ見せる。 子ができる非常に貴重なツールであると理解されるようになっている。書画カメラを使って実に多くのことが教室でできることを多くの先生が感激して語り合っている。4講師が学生たちに見せている情報を全ての学生がより身近に実感できる。書画カメラを使えば先生が見せている科学実験をよく見える場所を 獲得するために押し合い、閉し合いする日々はしまわを告げる。さらに、書画カメラは素晴らしい教室管理ツールでもある。例えば、先生はクラスがグループ作業や自習をしている間、書画カメラを使ってストップウォッチを大きく表示でき、英語を学ぶ学生たちの理解するのを助けるためにイラストを表示できる。書画カメラは見せたいものをすべての学生に同時に見せることができるので、 講師が教室をゆっくり歩いて見せて回る必要はくなる。5.6. 書画カメラは、スキャナとプロジェクター、コンピュータ、および他の多くの AV 機器と互換性がある。エコな学校を実現しようと努力する際、書画カメラは素晴らしいツールであり、OHP シートの使用は不要になり、印刷物を配布することなく、情報を配布することができる。教室。 講義室での使用を考え、諸外カメラは使いやすく作られている。次に列挙する用途は学年に応じて調整可能である。7。1、ヘバー・ハート、N、ビッグ、スクール・ライブラリー・ジャーナル46。2、エバー・ハート、N、ビッグ、スクール・ライブラリー・ジャーナル46。3、ティーチャーズ・ウィズ・ DOC カムズフロム HTTP コロンスラッシュスラッシュ WWW.myladibug.com スラッシュ teacher.php s イコールホワイトパーセント20ペーパーズ4ドキュメントカメラレーブリベスフロムケネウィックティーチャーズリリーブド名21 2010fromhttpww.avermediausa.com w presen tation s l a download s proadneck fullrepo pdf 5100iDIS4 データプロジェクタードキュメントカメラ h t t p w w w u m e s d k 1 2 o r u s t e c h l i n k s 1 0 0 i t i s r e l i e 2 7名 20106.yourclassroom and the document camera. http コロンスラッシュスラッシュ www。camcor。com。スラッシュ guitess。slssr。om。キャメンケンラス。html。リリーブド二十七名。二千十七。ドキュメントキャンラスインザクラスルーム。 http://www.eddec hnetwork.com/.documentgandas h t m l r e l ブド v e d 2 9名2010楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。